はい、じゃあ続きいきましょう。とりあえず砲弾っぽいものしか当たらないことはほぼ確なんで、必殺技カード使っていきますか。スーパーカメハメハ、体力がどれくらいかわからないですけどね、なるべく必殺技打ち込んでいけばいいってことだと思うんですよね。1320、だから軽めでもいいから必殺技が入れたいのよ。春春文学、奇春爆無理か、奇春爆無理やな。うまくねつなげていきたいんですけど、ちょっと待ってくださいね。ブンブン爆と高校爆、高校爆ブンブンブン爆と、難しいな。どうせ絶対かわされるんですよ。かわされると思うんですけど、多分そういうことだと思うんですけど、かといって感じやねんな。まあ、使いそうなものを残しておいて、少しでも必殺技につながるように。ほら完全にかわされて、もうほぼ全員がわしですもん。必殺技が出ないと意味がないねんけど、出せないですね。出せないんだな。だから出しやすいのを本当に覚えて、シュンシュン刻ん、ケンケン期待な、期待投げ、期待投げをシュンシュン刻んか、期待投げ、期待投げ狙いでいきますか。じゃあタイだけ残して、難しいな。素直に必殺技カード使っていった方が早そうな気はするんですけどね。期待投げいけますね。いきましょう。ここでキータイ投げ、残分これだ、ゴッドブレイカー当たるね。うわー、かわされた。唯一のダメージ源があなたはお任せします。よしよしよし、ナイス、来た、ギャリコ当たった。分かっとんね、こいつ剣春爆いいっすね。分かっとるね。危機超能力、あ、これは悟空が動きを封じられた。必殺が出る可能性、飛行校必殺が出る可能性としては、後期期春春文爆、期春爆、どれも無理やな。ということは次につないでピッコロで剣残党、高校爆、高校爆、剣剣、高校爆狙いでいくか。ピッコロ高校爆狙いでこれでいきます。いや、あのね、必殺技最強なやつが出てないと必殺技カード使うのもったいないからさ、ダメで、そうなると次は、いや、もうややこしい、マジでごめんなさいね、これほんまややこしいわ。ケンケン期待投げ、シュンシュン刻ん、ケンケン期待投げ、シュンシュン刻ん、期待投げ、期待投げ、シュンシュン刻ん、両方に対応できるようにするためにはこれでいこうか。どちらかが出てくれればいいということで、出たところでこう弾かれるんですけど、当たった、こうは当たんのか、こうは当たる可能性があるんや。
やっぱり講談系は当たるんや。痛い投げ、シュンシュン、ダメですね、シュンシュンもダメですね。くそ、全くもって揃わすことができない。くそー。いや、トランクス頼みなところはある。正直トランクスが一番、まあ、合わせやすいですよね。トランクスのところに向かって合わせてきてトランクスで打つっていうのが一番いいかもしれない。現状考えるとカードを揃えてきてベジータ出りゃラッキーぐらい。よっしゃー、ナイス。キエンザン、ただ弾かれたからな前回。ナイス、刺さった。よし、飛行盗座、フリーザカッター。痛い。ブンブンシュンシュンタイタイなんですよ。ブンブンシュンシュンタイタイなんですよ。使うか必殺技。あんま使いたくないけど使うしかない。まあまあまあ、このエリクサー病そんな悩んでてもしょうがないですからね。ここは打ち込んでいった方がいいと考えて、ここで次ピッコロさんにトス上げるためにタイを2つ置いておきます。キキタイタイバク狙い、キキバクで入ってきたら鬼バクの方でいけますので。あー惜しい。でもなんか出そうやな。方向バク、ブンブンブンバクと瞬光研究担当出ない。瞬光だけか。瞬光大体バクバク投げ。ちょ待ってください、ちょ待ってください。マジでしたい投げ、大体バクバク投げ。あとはバク2つ使ってはい、使って瞬行、これで気待ちでケンケン気待ち、来なかったら必殺技カード使います。これは当たれよ。よっしゃー、ストン。こいつどれぐらい体力なんやろ、めっちゃ怖いねんけど。気が来ない、使います。フィニッシュバスターでしょ、当然。フィニッシュバスタードカン。よしよしよし。いやでも悟空の方が効くね、威力的には。悟空当たった。ふう、ビッグスマッシャー。痛い。まあまだ大丈夫でしょう、体力的には。はい、うん、いけんのこれ。 Z があって剣対、ちょっと待って、相爆光、相爆光無理ね。ということは剣剣攻撃に、剣剣攻撃、剣剣攻撃トス上げの方がいいから、いらないものを処分して剣剣攻撃に合わすか、もしくは危機大体爆に合わすか。危機大体爆に合わせましょうか。つまりピッコロさんの最強技に合わす。これは意外といいんじゃないか。うわー揃わねー。ゴミが4つ来ただけ。頑張る、ここ頑張ります。シュンシュンシュシュ。いや結構悪くないねんで。いやーマジか、期待。シュン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 、ここブン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 バッとシュンコ。あーダメや、全然揃ってない。くそー。ということはちょっと待ってください、ちょっと待ってください。
ごめんなさい、もう本当にゆっくりやらせて。ケンケン聞きたい投げ、ケンケンき、ケンケン聞きたい、ケンケン聞きたい、来てるね、そこまでは来てるね。ケンケン聞きたい、あと投げが来るかケンが来るかでいける。投げかケン、3、このうち来た、よし、オッケー。ケンケンキータイ投げ、よし、キーは一つ置いとこう。フィニッシュバスター、当たれー、よっしゃよっしゃ、742、ベジータよろしく。文庫まあそうやろね、まあそうやろね、まあしゃあない。惜しかったなー。いやまあでも必殺技カードを使わず700ダメージ与えられたのはでかいな。やっぱりあのトランクスに合わせて寄せてくるっていう作戦はありですね。キルドライバー、誰の技やったっけ、キルドライバー、うわーお、ターレスか、大爆、惜しいんだな、惜しい。文爆文爆ってありましたっけ、見聞見聞か、見聞見聞か、文爆文爆って誰やったっけ、誰もいない、バクバク、こうこうこう、奇春光のことを考える。いやもうこの辺から寄せていきたいんですよ、寄せることを考えて最終誰に寄せるかっていうのを考えて、やっぱりこいつやな。ケンケン聞きたい投げ、ケンケン聞きたい投げを揃えていきますか。ということで期待、あ、バクバクが出せた、忘れてた、バクバク出せた、バクバク当たれ、よっしゃ、期待バク、期待バ、期待投げか、期待投げは揃った、剣も揃った、あと剣一つか、剣剣期待投げ揃ってますね。もしということは投げは1個使って、タイも1個使ってバク、これで剣、あと剣1つ、あと剣1つ、お願いお願いお願い、 Z 来た、これで確定、よし、これで確定です、よっしゃー、これでトランクスが打ち込む、剣剣機体投げ、よっしゃ、いけ、フィニッシュバスター、おら、こら、なんかダメージ、与えるダメージ減ってんな、おい、文庫文庫てよ、当たらない、当たった、よし、っていうか長い、こいつ倒せんのか、おい、めちゃくちゃ強いんすけど、体力どれぐらいやろう、一回皆さんの体力は大丈夫ですか、トランクスが若干やばいぐらい、本当は悟空で打ちたいですよ、一番は。並び替えを悟空しとくべきでしたね、本当に。ミスですよ、これは。必殺技だったら何発あんの？あと2発か。シェンロン。いやー、なんかこいつ変化しそうな気がするからめっちゃ怖いねんな。天津飯とか使ってみるか。死神の剣。いけ！ピョン、165点、チャオズは多分動き止めるだけでしょうしね、たくさんエネルギー波、また
多分チャオズは動き止めるだけでしょうね。あーやっぱりね、これやったら当たるとかないのかな、これやったら当たりやすいとかないのかな。ケンケン残党を残していくから、選べるカード3枚、あ、カード使ったらこっちは無理なんや。あーなるほど、あやっぱ当たらん、動き封じてても無理や。よし、ケンケン残党使って使える、これで使えるな。よし、ケンケン残党確定、ダメージは入りませんが、お許しを。長い戦いになる。ケンケン残党、対春剣、対春剣は、いらないんで、剣、剣、残、党、もう全部使っていこう。対春剣、はい、来た、激烈講談、おらー当たれ、よっしゃ、4の技悪くないでしょう、616、よしよし、キーシュンバックとか無理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 ね、無理ね、キー剣やたらキー剣があるな、剣は残しておきたいが、ちょっと待ってちょっと待って、ベジータを確認して、剣シュンバック、鬼頭山、鬼爆、剣シュンバック蹴りはいらん、これぐらい残しておいて、これぐらい残しておいて、ちょっとベジータにつなぐか。バックが欲しいですね、ベジータは。バックとかコウが欲しいっぽいけど、ベジータに残す、トスを上げる、なんか出せる、よっしゃー、ナイス、鬼頭山、こら、ベジータお手軽で技出してくれるからありがたい、本当に。こっちがあんまいらないものをね要求してくるんで、しかも強いし、よっしゃ、よし、 ZZ が来た、誰で打つのが一番いいか。激烈魔戦功、ここでマスターするためにケンケン攻撃機を、いや Z2 枚は絶対うまく使わなあかんねんな。危機対対爆、危機対対爆でいくか、それともここで悟空でもうカメハメハを打ってしまうかなんですよ。ケンケン攻撃機、あー悩むな、悩むなこれ。いやカメハメは打つわ、打ちますわ、これは打った方がいいような気がするな。打つ、対バック、違う違う、対バック、違う違う違う、対対対対バック、こうで打ってバック、全部使う、よし、カメハメハ、そこそこ入ってくれよ、お願いしますよ。長いですね、ほんと戦闘こういうゲームで、もうここも、うわっしゃ、倒した、よし、やった、戦いがやった、ライチを倒したぞ、いやラスボス来るやろ、はてな、いい気になるなよサイヤ人、ハッチハックがある限りわしは不死身なのだ。ほらやっぱりもう復活した、どうやら全ての根源はあのハッチハックにあるようだな。みんなライチを倒したらすぐさまハッチハックもぶっ壊すぞ。死ねえ、嘘やー、もう一回戦うのこれ、もう嫌や、もうやだやりたくない、もうやだやだやだ、もう、いやすぐ倒せるんやわ、絶対そうやわ、夢やったんやこれ、当たるんやわ、当たらないやつ、いやもうほんま嫌や、もうちょっと勘弁してよ、もう一回とか。まあこれが、うわめっちゃくちゃダメージ食らったな、
これがまあボスということなのか。要するにこれがラスボスか。要するにね、くぅ、気合入れていこう。けんけん攻撃無理、そういうことや。スンスン文爆、奇春爆、奇春爆いけるな。残しとこ。爆災魔弾でかい、当たった。さあ見ていく。方向爆、ブンブンブン爆と、けんけん弾と、これは残しといてあげた方がいいパターンやろな。トランクスにトスあげるパターンかな。シュンシュン刻ん、いや、なんかどれも中途半端なんですよね。こうなると、こうなると、こうやってベジータに渡すっていうのもありやねんな。コーとバックを用意しといてあげて、ベジータに渡す。期待投げは打てる？期待投げ打てるし。はい、投げだけやっといて、この状態で渡そう、ベジータに。ゴッドブレイカー、おー、当たらない、悲しい。ふう、いけベジータ、分光しょぼい。当たらないんですよこれ。当たった、一応当たった。強いわ、ほんま強いっすわ。よし、キキ、あ、ちょうど今必殺いけると思ったのに、トランクスが止められた。僕いけるでしょ多分これ。タイバッコ、タイバッコ無理か。悟空なんかいけんのないかな。ケンケンケン、ブンブンブンケンブン、こいつめっちゃ剣使うな。無理やな、無理やな。無理やな、ちょっと待ってくださいよ。こんな感じで危機対対爆につなげるか、危機対対爆につなげるか、危機対対爆につなげましょう。あのピッコロさんね、ピッコロさんの必殺技にタイが来たら確定。よし、よし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 、オッケー。これで使ってって、危機対対爆、よっしゃ行くぞ。ついに危機対対爆お目見えですね。対対爆、ほら行ったれ、魔漢クローズアップ。ほら、どうやの、当たったの。1045、しょっぱしょっぱいな。こうこうこう2発、これは当たるんじゃない、1発ぐらい当たるんじゃない、当たらない。レッドのこうが外される。もう一丁5、当たった。まあまあまあ、ここはね、ここは当ててって、というかまあもうまた時間が、すいません、ボス戦何分やってんのこれ。ちょっとここでじゃあ一回切りたいと思います。フリーザカッター食らった直後でちょっと切りまして、はい、ラスボス戦頑張りたいと思います。では見ていただいてありがとうございました。